のの残月第四四三八は新助がなじみだったところから寄付を募ってきます用語解説宝画帳寄付する金額とその人の名を記した帳面のことこれから雇い女が禅を運び出しお八の蓋を開けると 子供がうらやましそうにのぞいて「おっかちゃん白いおまんまがあるよ白い」よなぜそんなことをお言いだ面目次第も三ちおおどうも旦那がお達者であったらやれやれおかわいそうに「おい何かうめえものはねえか?」。 何でもむやみに持ってきなよ「じゃああなたゆっくりおまんまを食べておいでなさい」。これから三八は帳面をほぐして仮とじの小さい帳面をこしらえ上へほうが帳と汁下を下げて芸者屋をぐるりと回ってきて「まあどうも不思議です。妙なことがあるもので。 旦那はああいうお方だだもんだからそんなら私もいくらあげるんだって旦那が一度も呼んだことのない姉さんたちまで私にも出させておくれというようなわけでそれでどうです松原さんから鳥泰さんから伊予門さんまで歩いて223 22両寄りあしたこれから吉原から吉町の方まで回ると 本当に元でにでなりおとよ,よどうもまことにありがとう存じました私も旦那にはいろいろご恩になりましたからちっとは足しますからご心配なくああいいことがありますよ旦那が一番ひいきにしたすきや町の有松屋の小宮という芸者でげす なんだかおとっさんと心安くしたというようなことで、それがね、あなた、受け出されて、かきがら町へ店を出したんですが、去年の11月に、この御徒町一丁目、16番地へ越しました。松山園とかいうのれんをかけていますが、お茶屋のおかみ膳というこしらえじゃないね。でこでこの大丸曲げで、 派手な,なりをしてるもんだからわざわざ見に来るやつがあって大変に売れるんですあああそこへお連れ申しましょうあの藤川さんという方は元お旗本か何かですが若さま育ちで人のいい方ですあそこへ一緒にいらっしゃいおいばあさん 車を一丁、そう言ってきてくんな。二人乗りがいいや。お目が悪いから、お坊ちゃんと嬢さんとごしんさんと三人乗せてしまうのだから、二人乗りの方がいいよ。なに、オラは歩いてゆく、蛇の目のからかさの方がいい。私がこれからお連れ申して、そのなりを、 向こうへ見せせなけければいけませんそうすると向こうで大好きになりますよ。何私は車の後押しをしながら連なっていきます。と芸人でこそあれ真実の男で誠にお気の毒だと思ったものか清本の三八がおよをはじめ二人の子供を乗せた 車の後押しをいたして御徒町一丁目16番地の松山園というゃ屋の裏口から入ってくるというこれですっかり事の顛末が現れますというのお話第五席へ続く。